皆様こんにちは、山芋です。今日はエルニア王国の日々を始めていきたいと思います。バージョン 1.9.1 ですね。いつの間にかもうね、だいぶバージョンが増えていって、とってもやりやすくなっているエルニア王国の日々でございます。今日の最後の方でレントン君を成人させたいと思います。どこから動画撮ろうかなって悩んでたんですけども、さっきちょっとやってみたら、モカちゃんがね、レントン君お出かけしないって出たので、ちょっと一回ピッと消してですね消して、そこからスタートしようと思いましたで、子供時代のね、後悔がないようにと思ったんですけども、あとしてないのって言ったら子供同士の戦いぐらいかな。一回動画撮ってる時にやろうとやったっけ、私が見つけれてないだけかな。だからね、一回撮ってる時に断られた気もするんだよなと思いながらさあ、そのなんかね、お友達がいっぱいできたのでね、ちょっと一緒に何かしたいなっていうのをちょっと押してみたいと思いますはい、モカちゃんね、モカちゃんだったのにレントン君になり、そしてそのレントンがもうすぐ成人ですよね。いや、信じられないですねあ、なんかいろんな方がいらっしゃいますねデメトリ、メルちゃん、メルさんは誰かのお母さん、違う、おばさんだっけ分かんないの、人が増えてきて、あ、おばあちゃん、おばあちゃんこんなところで一人で何してるの。おじいちゃん亡くなったからね。あ、着いた。で、ここは滝の音が本当に大きい。あ、かわいい。癒されるね、癒しだね。このメッセージはずっと変わらないね。なんか昔に比べて映像がクオリティが上がった気がするな。帰ろうかって言われちゃったね。うん、ちょっと言葉変わったかもしれないね。大事にするとかなんか言ってたけど、レントが大きくなったからかな。まあいっか。さあ、お友達のところに行きましょう。だいぶね、ヘレナが下がってきたねさあ、このね、仲良しの子たちを恋人とか親友にね、変えていかなきゃいけないんだよね。なんかバーニーとはもう今からでも仲良くなっておいて、でも成人になったら親友になれるように、ちょっとやっていきたいですね。子供のうちはね、親友にはなれないんですよね。仲良しまでがマックスの状態です。いるかな、どこにいるって書いてたか見てなかった。あ、いたいたいた、バーニー。で、一緒に何したいんだろうね。これ練習試合しよう。今度ダメダメなの、バーニー。もう一回誘って、お金ないのかな、もしかして。ちょっとお金がないとね。あ、90ビザ厳しいかな。もう一回誘ってみよう。よし、来た。でもこれね、行って行けても、行った時にお金払おうって言ったら、あ、いいわみたいなことを言われるんですよね。え、なんでみたいなまあよくあることなんですよ。大人でも言いますからね、エルニアではね。お金厳しいよね、みんなね持ってるくせにね。ニーノ君なんかものすごいお金持ってるんですよ。なのに断るからねよし、おお、やっぱりダメか、ダメか。誰かお金持ってる。あ、 106B も持ってるよ。ガラに行っとこ。ガラ牧場通りにいたね。誰かと遊んでたね。これは友達いっぱいいるんだね、きっとね。キリアンって、これ、あ、なんかこの前見たな、違う。あ、ヘレナが歩いてる。ヘレナだ。ヘレナ目いっちゃうよ、もう。あ、ナコルはでもまだ子供だ。子供っていうか、学生、生徒じゃないから無理かな。ガラ、一緒に何かしたいな。よし。ダメか。2回目はね、行けるんだよね、きっとね。
あ、間違えた。遊びたいんだったらもう一緒にね、わらちゃん。あ、そうか、お父さんが農場の仕事してるから、だからここに来たのに。きっとノエルさん結構農場の仕事長いんじゃないかな。もともと新刊だったからね。さあ、金払ってくれるかな。あー、でももうね、言ってる前にレントンが成人ですよ皆さん。あ、イケメンであることを求めますね。もうなんとかね、髪の毛でごまかせるんだったらね、ごまかしますけど、まあ、いやー、ダメか。若干の問題はですよ、あれですよね、口が開いてるんですよね。ニーノくんがね、口開いてるタイプなんですよ。なのでね、頼みの綱は姉盛りだね。だからもしかしたらね、レントンがこう変に進化し、あ、待って、オロロちゃん金持ちなの。ちょっと待って待って、オロロはだっていけるでしょ。だって王族だよ。殿下、殿下お願いします。え、マジで言ってん、殿下、殿下足りない。殿下まさかの58尾。なんで王族なのに。ダメだね、厳しいんだね、ルナちゃんね。何してんだ私、どれ押してる。指がね、指がちゃんと動かなかったね。もう一回姉もねに、妹だからね、いけるはずです。そっか、オロロちゃんお金もらってないんだな。厳しいもんね、お母さんね、性格ワイルドだからね。なんか急いでるね、姉もねちゃん、クールだけどね。姉もねだ、押す、私は元気よ。ここの会話がね、ちょっとおかしいんだよね。来た、さすが、さすが妹、いいですね。アネモネちゃん可愛いね。アネモネもミルバも可愛いね。レントは癒し系だからね。よし、なんでだよ子供、なんでみんなお金持ってないの。誰が持ってる。これでヘレナがいけたらね、あれだけど、でもヘレナ、あ、彼持ってんじゃない。25尾、ダメじゃん、リアン。あ、マルチナ、優等生だから。あ、ちょっと微妙だな。でも、こう、マルチナは多分、言ったらいけそう。うん。昼の二国か。あー、成人しちゃうな。あ、今、ニノ君いたね。ニノ君、新刊の 服だからね。すごい、分かっちゃいますよね。どうしよう、レント、服脱いどこうかな。なんかおかしなことになって、この服なくなったら嫌だよね。来た、何かしたいな。よし、試合行こう。来た、さすが優等生マルチだ。いつも先生にね、質問されてもはいってちゃんとね答えて、素晴らしいですね。こう大人とも練習じゃできない、子供同士しか無理なのかな。ちょっと後でお父さん誘ってみようかな。ねえ、あ、それやってなかったな。ちょっとパパと喋ってよ。子供だからね、できないんじゃないかな。ダメだ、ほら、子供はね、子供同士の絵を撮りたかったんだけど、まあ私の目の記憶にはね、ちゃんと残ってるからもう大丈夫です。あ、でもスチュワート名前的にお金持ってそう。あ、ダメだ、10便しかない。なんてこったね。お父さん、お父さん行きましょう。じゃあキノコ持ってるでしょ。見て、25万も持ってるよ。ニノコ今どこに、あ、ニノコ何してるんだろう。家に帰ってるんだね。お昼ご飯食べてるのかな。誘われてないけどね。ニノコ、ニノコはね、癒しですね。さあ、レントン。あ、姉もねちゃん今ナコロ君と遊んでなかった。いいな、ナコロ君と結婚してほしいな、姉もね。頑張って泣こうとしようかな。え、座ってる、何してるの。ヨガって、大丈夫、精神統一してるよパパ。用ないよね。お出かけしようよか。
無理なのか、一緒に何かしようよはないんだね。ダメだね、ニノ君口全く一緒だもんね、まあ、口はこうだろうね。で眉毛のリリースさはね素敵だから。ダメだね、ニノ君来てくれないね。じゃあ諦めよっか。お母さんならいけるかな。あ、パトリック、パトリックは友達でしょ。パトリックさっきダメって言ったっけ、お金ないって言ったっけ。あ、一緒に何もできないよ。なんで、あ、一緒に何かしたいの。あ、これか。じゃあ遊びに行こうがないんだね。あ、足りないよ。さっき足りないって出たっけ。ごめん、みんなお金ないんだね。年末だしね、みんなプレゼントとか買ったのかもしれないね。そっか、じゃあもう諦めよう。で、あとなんかねえねえ、今年はもうずっと遊ぶ、来年になるまでずっと遊ぶ。ゆらりお何歳だあんた。2歳だからね、子供だからそういうこと言うね。来年もよろしく。結構クールに返すね、レント。びっくりしちゃった今。あ、アンデル、アンデル、アンデルはあれね、なんで遊びに行く、世間話でもする。来年もよろしくね。やっぱあのね、生徒の人はちゃんと喋ります。あ、フェリーチェお金持ってんじゃない、もしかして。フェリーチェまだ諦めきれてないね。遺産が入ったね、遺産が。遺産入ってないね、ごめん。 14B しかないわ。あ、113、121、110、挨拶かしとこ。今日はお日様出てないね。嬉しそうだね、まだキングだよね、まだ夢中だからね。でも我々は、ね、あのまだ夢中なんです、全員ね。結構頑張ったでしょ。速さ138、力125、心122。まああんまり頑張ってないんですけども、まあ大人になったらね、ガン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 頑張ります。あ、違う違う、こういう関係でおばあちゃんがね、多分聞いてしまってるんじゃないかな。いる？最近喋ってないんだよな、おばあちゃん。消えてっかな。痛いもん、おばあちゃん。おじさん最近喋ってないね、グレイグ君も。じゃあおじさんとこ行こうか。おじさん、おじさん深い森にいるよ。鍛えてるんだね、グレイグ君。あ、昼の四国だ。もう夕刻になったらちょっと飛ばして、レントンの成人式で、成人式で、成人式まで出て終わろう。うん、あ、でもなんかまだ子供でいてほしい気もするけど、することがあんまないんだよね。あ、探索って、ちょっと今おばあちゃんいたね。ちょっと待って、おばあちゃんいた、おばあちゃんいた。話せた。一緒に何かしたいな。おばあちゃんだ。オス、あ、レントン、すごいね。探索誘えるんだ、おばあちゃん、すごいね。あ、でもまあ行かないかな。ちょっと釣りに誘っとこう。おばあちゃんね、まだ寂しいだろうからね。おばあちゃんね、あんまり話しかけてこないしね、おばあちゃん。でもやっぱ一個も話してないのに、あのこういう関係欄にもないのに代々色だからね、なんか そういうなんかこの血のつながりがすごいいいですよね。どこ行った、どこ行った。さあ帰ろうか。ここどこだ。みんな結構釣ってるね。この人誰。あ、リーヤ、リーヤもういい。ちょっと待って、ヘレナがいる、ヘレナがいる、やばいやばい、ヘレナがいる。危ない危ない。ヘレナランクがだいぶ下がってきてるからね、もう大丈夫のはずなんだけど。でもまだガンガン来るね。よし、家はね、家がね、結婚するまでいるとしても、急にまたちっちゃい噴水通りのあのアパートになると寂しいだろうね。バンさん、この人は一個だよね。名前はかっこいいんだけどね。名前かっこいいからいつも喋っちゃうんだよね。さあ、夕刻の1位になったらちょっと飛ばして、スキップ機能を使いつつ、夜に、いたしまして、さあ、こっからがちょうどドキドキだな。
8年間お疲れ様、来年もいい年になりますように、来年もよろしくね。いい子だね。今年も1年お疲れ様、ニルバーもお疲れ様。おっと、明日起きたら大人になってたりするかな。あーするんだよねきっとね。あ、お疲れ様、来年もよろしくね。家族の会話とお友達の会話が違うっていうのが素敵ですね。やっぱうちは広いからね、結構みんなここで遊んじゃうのかな。さあどのベッドに寝る、このベッドにしようか、ね、ここ見にくいからね。横にする、どうしようか。でも正面の方がいいかな。アップにしてここだね、アップにしてこのベッドだね。じゃあニルバの横で寝ます。あー緊張する、あー緊張するマジで。あー頑張ります。はあ、あ待って待って待って、ダメだダメだダメ、いいえいいえいいえ、ちょっと待って、服脱がす。なんか消えちゃったら嫌だ。消えないと思うけどね。さあ皆さんこの顔見納めです。寝ます。あ可愛い、兄弟で寝てるの超可愛い。さあ行くよみんな、行くよ行くよ。あ緊張する。ニルバどこ行った。あ大きくなってるのは成人式で大きくなるの。新年おめでとうございます。199年1日になりました。はい旅立ったようですね。はい新しい旅人エグモントさん、エグモントさん、これ最近エグモントさん亡くなった気がするんだけど気のせいかな。今年も1年頑張りましょう。あれ大きくなってないよ、成人式で大きくなるの。あ成人式で大きくなるパターン、ごめんなさい。あじゃあオルルドとかと一緒ってこと。オルルドプルトとかも成人式でねピロリンって言って大きくなるんですよね。あの一周クリンってこう回転するんですよね。でそれ見れるかな、回転するかな。そう私ずっとこれやってんのに一回も成人式出てないんですよ。あ来ましたね、新年のあれがね、引っ越しました引っ越しました。えまさかレンドンだけ大きくなってないパターンないですよね。ちょっと待って待って、ちょっと待ってね。同級生いる、同級生、よかったよかった。みんなさ、みんなだけ大きくなっててレンドンだけこれで過ごすとかって超怖いよね。どうしようご飯食べる、ちょっと待ってカレンダー見よう、カレンダー、成人式が昼の一刻か、そっか、新年祝賀が見に行く。成人式も王座の間か、王座の間行くか。ちょっとでもちょっと待って、ここでまずご飯食べよう、最後の子供のご飯食べよう、見納めでね。あー寝て起きたらとか言うからさ、大きくなったのかと思ってた。あよかった、まだだね。みんなびっくりさせちゃってごめんなさいだよ。いただきます。じゃあ何しようかな、子供のセリフがこれでおしまいなんだね。さあダッシュで王座の間に行こう、よし。みんな結構あれだね、引っ越しが続いてますね。 あれだよね、あのこの辺になった方は強制移動が始まるんですよね多分、あの大きな家にね。モカちゃんだ、モカちゃんも本当だったらあっちの家だったんだけども、どうしても私が豪邸に住みたいがためにモカちゃんをね思いっきし働かせましたね。若いのにね、これ間に合わないパターンかな、ごめんなさい。だってエトナ今外にいたけど大丈夫、王座の間であるって言ったよ祝賀会。すいません祝賀会全然私関係ないんだけど、あこれモニカさんのさあれだよね、26歳結構なあれだよね、長いけどね。えこれ誰が出てるの、あそうかオロロちゃんが出てるんだ、あおめでとうございます。あ二の子忙しいねやっぱり。あ陛下の言葉かわいいねドラちゃんやっぱり、あありがとうございます。皆さんもね字が難しいからね。あ今年はルシアさんが体調なんですね。あ、三角兵さん、マリウスさん、はあそうですか。あ、カルメさん変わらずですね。あら、デイビッドさん、デイビッドラウルさん、ラウルさんが聞いた。
あれ、ちょっと待って待って、デイビッド・ラウルさん、あれ、あれじゃないの、おじいちゃんじゃん、おじいちゃん勤めてるじゃん、別に本当にもう親族経営じゃん、あなたじゃんすごいね、王族の方がもう全部ですね。アリアン来た、よろしくね。あ、どうしよう、飛ばそうか、緊張するけど、ここにね、また前みたいに外出ちゃったら大変、成人式がね、飛ばすことはないかな、まあ、さあ行きましょう。ちょっと待って、ヘッドホンがずれた、よし、私が動いたからずれた、あ、始まりました、はい、押します。で、どう成人するの、え、もう成人してるのこれ。え、ニーノ君が喋ってますね、今日から皆さんは大人の仲間入りですね、ではまず卒業生代表より挨拶をお願いします。ちょれんと、ちょっと待って、スクショスクショスクショ、はい、ちょ、めっちゃ嬉しい、どうしよう、いや、これ超かわいい超かわいい、これちょっと撮っとこう、報告発展の礎になるように、え、あまらぶ聞かれた、あ、長いよ先生方、今日はその父母、これ超かわいい、この映像本当にありがとうございます、あ、なんか泣きそう、れんと、やばい、ちょっとこの角度すごい垂れ目でかわいい、ちょっと笑ってる、かわいい、押すよ、横、おろろちゃんだね、あ、お父さんの角度もいいの、これ撮っとく、これ思い出に、挨拶ありがとうございます、立派な挨拶ありがとうございますって、あ、ニノ君ちょっとお父さんから褒められてる、これすごい映像だね、あ、ちょっと陛下よりお言葉を受け、あの、賜りたく存じますって、何、これから王国の一員として学校を卒業しても学ぶ姿勢を忘れず、あ、なんかちょっとエドナちゃん老けてない、こんなんだっけ、エドナちゃんまだ若いはずだよ、あれ、エドナちゃん髪の毛白くなってるっけ、白かったっけ、ちょっと何歳だっけ、ちょっと後で見よう、ありがとうございました、ではこれにて卒業式並びに成人式を終わります、終わった、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんなさい、ちょっと待って、今受け入れられないんだけど、レント今ロン毛だった気がするあー、ちょっと押すよ、マジで言ってる、マジか、私年になったね、え、レントロン毛なの、マジで、ちょっとお母さんいる今、あ、よろしく、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待って待って待って、お母さんいる、お母さん、あ、じゃ、 おばあちゃんいる、おばあちゃん、なぜかおばあちゃん見に来てた、世間話をしよう、ちょっと待って、ちょっと待って、どうしようどうしよう、え、どうしよう、ちょっと待ってちょっと見ようか見ようか、キャラクター、わー、イケメンだけど、どうしよう、ロン毛だった、どうしよう、ロン毛は私の中でモテないってあれなんだけどな、髪変えていい、もういいか、今度変えようか、 とりあえずしばらくロン毛でいこうか、わー、まさかのロン毛だった、顔はまあ悪くないよね、あ、びっくりした、あ、そうか、子供時代の髪型がそのまま反映されるわけではないんだ、どうしよう、こういう関係どうする、見る、今日見る、オロロちゃんだけ攻めてみよっか、あ、かわいい、服がかわいいんだよね、オロロはね、ロン毛同士になっちゃうんだね、口がね、どうしてもこうなっちゃうから、オロロちゃん、あ、オロロちゃんでもいいいいいい、あ、一通り見ようか、パパパッと、ガラちゃん、あ、超かわいいじゃん、やばい、あ、すごい、王様縛りがね、王様のあれがなかったらもうガラちゃんに言ってたかもしれない、ちょ、なんだ、バーニーイケメンじゃん、なんなのこれ、なんでバーニーイケメンぶってんの、ちょっと口が超かわいい、アヒル口だよ、バーニーいいね、バーニーって絆創膏ないもんだって、もうバーニー早く親友になりたい、じゃあ次リーアン、あ、リーアンロン毛仲間じゃん、リーアンリーアン一緒だね、よかった、じゃあアンデルも、ちょっと待って、ロン毛率高くない、アンデル君山岳の人だったんだもんね、アンデルもロン毛か、ちょっと待って、ロン毛じゃない友達いないの、ヘイナは子供だから、マルチナも子供か、セルマも違うね、あ、オリオロコも違うもんね、スチュワートも違うよね、あ、え、スチュワートそうだっけ、そう、ちょっと待って、え、
スチュワード君どんなんだっけ、ちょっと待って、ちょっと待って、ヒゲ生えてるよね、ちょっと待って、受け入れられない、ちょっと待って待って待って、今日誕生日だったのおめでとう。マルティ、マルティね、あ、彼変わってない、マルティ変わってないね、いい、大丈夫、パトリック、パトリック、おー、パトリック、パトリックね、おー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 、ちょっと花壇に出てたみたいになってるけどね。あ、そうか、ちょっとロン毛の友達が多いな、ちょっと、あ、フィリーチェ、フィリーチェ、あ、フィリーチェマシになったじゃない、フィリーチェね、いいと思う、マシとか失礼だよね、ごめんなさい、いいと思います。マルチェル、マルチェ違う、まだだね、あーちょっと、あーまだ受け入れられない、あーバンさんまだなんだ、ごめんごめんね、あーあー、なんかマドック違うね、彼、あれマド、あーなんか違うか、私も思ってた人と違うのかな、あ、サラサラサラ、あ、かわいいじゃん、サラと結婚してたかもしれないよね、王様縛りなかったらね、あーもうそんなもんかな、同級生は、あーびっくりした、あーびっくりしたな、あ、お父さんとお母さんデート行っちゃった、あーマジか、ちょっとエドナさん見たかったな、王様が何歳か調べたいな、まあ、それはまあ置いといて、ちょ、オロちゃん、おろちゃん喋ろ、あ、告白はね、またちょっと待って告白したいけど、世間話しよう、あーでもびっくりした、びっくりしたね、うん、今日はちょっとここで終わる、ちょっとまだ受け入れられてないね、あ、そうだ、この前発見してたバシアス浴場でさ、あの顔のアップ見れるかな、ちょっと行ってみよう、走ってるよ、わあ、まあ、イケメンだよ、イケメンだけど、まさかのロン毛だよ、あ、ちょっとしばらくロン毛でいこうね、だって彼はロン毛だったんだからね、無理やり髪を変えてはいけない、これあれかな、グレイグの影響かな、おじさんロン毛だったんだよね、それ私が無理やり変えたから、ちょっと待って、こっち見て、あ、こんな感じか、やっぱりね、ちょっと端っこ行って、こっち向いて、うん、顔は本当にニーノくんのちょっと癒しバージョン、目が細いバージョンだね。ロン毛だ。どう見てもロン毛だ。あ、ね、やばい。ロン毛が風呂でちょっと、気分一新ですね。ああ、すごい絵だね、これね。ちょっと、腐女子が喜んじゃう、その絵だって、これダメだよ。はい。では、今日はこの風呂場で終わりたいと思います。ちょっと笑いが止まんない、あ、はい、ありがとうございました、じゃあまた撮っていきますさよなら。